ホッチ、S ホームアット1チ,チャーチ、ヒルプレイス、エディンバラサー・ウィリアム・バーランス・ダグラス・ホッチ会 RS、クラスは、イギリスの数学者、特に幾何学者である。大数幾何学と微分幾何学の間の広範囲にわたる、位相幾何学的関係に対するホッチの発見は、幾何学におけるその後の発展に、大きな影響を及ぼした。ホッチは1903年に、エディンバラに、 高記録の検査官であるアーチバルド・ジェームズ・ホッチと、その妻ジェーン・バランスとの息子として生まれた。一家は、モーニングサイド地区のワンチャーチヒル街に住んだ。ホッチは、ジョージ・ワトソン大学に入学し、エディンバラ大学で学び、1923年に、修士号を得た。ET ホイッテーカーからの助力により、ホッチは、ケンブリッジ数学優等卒業試験を受けた。ケンブリッジでは、 企化学者 h カイ・ベイカーの影響下にあった。1925年に二つ目の修士号を得た。1926年ホッチは、ブリストル大学にて、教員の地位につき、大数気化学のイタリア学派、特に、フランチェスコ・セベリにより提出された問題と、ソロモン・デフシェッツの位相気化学的手法の間の、境界領域について、研究を始めた。アティアの改装によれば、 1931年、レフシェッツとホッチは、ケンブリッジのマックス・ニューマンの部屋で会議をし、問題を解決しようとしていた。最後には、レフシェッツは納得した。1928年、ホッチは、エディンバラ王立協会のフェローに選出された。推薦人は、エドマンド・テイラー・ホイッテーカー教徒・ラルフ・サムプソン、チャールズ・バークラ、チャールズ・ガルトン・ダーウィン教だった。 ホッチは1964年から1968年の期間、ガニング、ビクトリア・ジュビリー賞を授与された。1930年ホッチはケンブリッジのセント・ジョンズ・カレッジにて研究奨学金を授与された。レフシェッツがいたプリンストン大学で1931年から1932年までの1年間を過ごし、ジョンズ・ホップキンズ大学でオスカー・ザリスキも訪問した。 この時、ホッジはドラームの定理を理解し、ホッジスター作用を定義した。それにより、ホッジは調和形式を定義し、そしてドラーム理論を宣伝することができた。ケンブリッジに帰ると、1933年大学講師の地位を与えられた。ホッジはケンブリッジで天文学と幾何学のローンディン教授となり、1936年から1970年まで、 その地位についた。ホッチは DPMMS の最初の部門長となった。1938年ロンドン王立協会のフェローに選出される。ホッチは1958年から1970年までケンブリッジのペンブルックカレッジの学長であり、1959年から1965年まで王立協会の副会長だった。 ホッチは1959年内と爵位を授けられた。その他の栄誉としては、1937年、アダムズ賞を1974年王立協、コプリメダルを受け取った。ホッチは1975年7月7日、ケンブリッジにて死去した。ホッチの指数定理は、代数局面上の曲線に対する高点数理論の結果である。定理は、 対応する二次形式の符号を決定する。この結果は、大数幾科学のイタリア学派により追求されたが、レフシェッツの位相幾科学的手法により証明された。調和積分の理論と応用は1930年代のホッジの一般理論の開発を要約したものである。これは、ラプラシアン理論の一つのケーラー計量の存在と共に始まる。それは、射影空間自体が、 そのような計量を伴うため、大数多様体 V に応用される。ドラームコホモロジーの用語では、次数形のコホモロジー類は、ある形フォーム、α o v により表現される。唯一の代表形はないが、調和形式のアイデアを導入することにより、それらは、ラプラス方程式の解となり、唯一の α が得られる。これは、α を組み立てるために固定した G の数字 P によれば、 部分空間に分裂させる重要で即座に従う結果である。その部分空間の次元はホッ数である。このホッ分解は基本的なツールである。次元 HPQ は識別可能な幾何学的意味を持った部分に細分することにより別値数を洗練させるだけでなく、ホッ分解それ自身が複素ベクトル空間における変化するフラグとして モジュライ問題に関連した意味を持つ。広い言い方をすれば、保持理論は、大数多様体の理算的、連続的双方の分類に貢献するのである。他の人々による、さらなる発展は、得意多様体上の混合保持構造のアイデアと、エタールコホモロジーとの深いアナロジーに至った。中間の空間 HP、P に関する保持予想は、一般の場合、まだ未解決である。 この予想は、クレイ数学研究所により提起された7つのミレニアム問題の一つである。ホッチは、ダニエル・ペドーと共に、多くの具体的な内容を持つ、古典的な大数期科学についての三巻からなる、著作、大数期科学の方法を執筆した。この本はしかし、エリカルタンが、指数の乱チ期騒ぎと呼んだ事柄を描写している。アティアによれば、これは、 H 回ベーカーの幾何学原理をアップデートし置き換えることが意図されている。1929年ホッチはキャスリーン・アン・キャメロンと結婚した。ありがとうございます。